1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番。消えてしまって、現在コースの6台。逆にこれがラッキーかもしれません。はい、タイムも上げるいいチャンスではないかと思いますが、さあその中、現在1コースの中丸選手がレースを引っ張ってきます。現在1コースの海保選手がレースリーダー、トップスタート今低速ラインを通過しています。それを追うのがゼッケン2番テドロー選手、この差まだ1秒差。そして3番手は現在ゼッケン5番の木村選手になります。ハイトップから1.5秒差、あまりまだ差がありません。2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番。はい、予選第1ラウンド第6ヒートスタートかかりました。ちょっと1台、コスタを通してしまった。はい、自己復帰できました。三平選手の方が早い。現在3番手、7コースの三平選手。おっと、間に1台パスしてるから、ここで1コースと2コース。奥の方でクリアの仕方、はい、クリアです。参加していきます。現在19ラウンドの興奮シングルタイム、2番手カイナ選手、現在4コース、こちらは19ラウンドの興奮10秒台。3番手ゼッケン5番の斉藤選手がキープ。トップからしかし11秒差。とインフィールドセンターセクションを中心に3番手走ってた斉藤選手のコースアウト、さあロストをかかってしまった。トップグループ全権順になりました。1、2、3の全権順、まもなくゴールタイム。タイム全権の